We are Brazil。まずは前半21分、ビルドアップ、ボールを奪って田中美奈、左足先制点。そして続いて前半30分、成宮がボールを奪って最後伊藤のシュート。これはね、野田選手は非常にいいパンチをしましたけれども、いいセーブしましたけれども、さあこれ2点目のシーンです。コーナーキックのこぼれ球拾って竹重がつないで最後坂口。前半終えて2対0神戸リード。後半のシーン、植木のヘディング決めたかったですよね。坂口、中島つないで最後坂口。さあそしてこちらベレーザの得点シーンです。清水から逆サイド宮川のヘディング、選手冷静でしたよね。ヘディングのコースも非常に良かったと思います。そしてこちら木下がテクニックを見せます。これはうまかったですけど、やっぱり山下選手の壁は厚かったですね。この計算し尽くされたタッチが本当にすごいですけれども、山下選手シュートを狙っていった。2021-22ヨキボ B リーグ第16節、日テレ東京ヴェルディベレーザ対アイナック神戸の一戦は1対3でアイナック神戸が勝利しました。